皆さんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、またゲスト。この前は私三姉妹の一番下の壇蜜に登場してもらいましたが、はい、今回は次女リエさんです。はい、よろしくお願いします。おこんにちは。おこんにちは。おこんにちは。リエさんの方から自己紹介もお願いしたいと思います。あ、私は普段体型道漢方薬局というところでいろんな体や心のご相談をお受けしています。三姉妹で一番真面目ですからね。ん、そうですか。多分一番似てないよね。私と壇蜜が似てるでしょ、うん、だからもう薬局では私だと思って話しかけてる人がたくさんいるんですけど、私じゃない場合がありますので皆さんお気をつけて。今日は何の話を、はい、ちょっと最近ご相談をお受けしている中で、まあ、眠れないとか不安が多いっていう方が多いので、ちょっとそれを漢方的に、まあ、どういう風になってそういうことが起こりやすいのかっていうのを説明しようかなと思います。漢方の中では当たり前の考えなんですけれども、まあ、世の中的にはそれから西洋医学的には考えられてない部分の気・血・水の部分をお話ししたいと思います。こういうことですね。そういうことです。リエさん、気、はい、血、水ってことですね。そうです、はい、で、血と水分が体の中にあるのは分かると思うんですけれども、この気っていうのが漢方の世界の独特な考え方です。あれでしょ、はい、ドラゴンボールの、ああ、あの、カメカメハ、そうそうそう。その歯の気がないっていう方が非常に今多くなっています。まあ、やっぱり辛い症状があるので病院に行くんですけれども、その病院では検査すると何も問題がなくて、でも実際は体調が悪いで、問題が分かれば逆にそれに対しての対処法っていうのが教えてもらえて、それに対して薬を飲んで治していくっていう方法ができると思うんですけれども、それも何でもないってなってしまうとどうしたらいいか自分では分からないので、まあ、そのまま症状が改善しないとうつ状態っていうのから、まあ、うつ病へっていうふうに進行してしまうっていう方もいらっしゃいます。で、これらこの3つがしっかりあって、体にそれがしっかりよく巡っていると体がすごく楽になります。これらの物質が少ないとストレスに打ち勝つ力ですね、それが弱くなってて、眠るにも血も必要ですし気も必要です。なので最近ちょっと眠れない、でそこから食べれない、で何かをする気力がないっていうのは、まあ、そのせいになってくるので、なんか同じところにずっとエネルギーもずっとある、水分も同じところにずっとある、血液も流れずに同じようなところにいがち、全てが巡らないことが良くないのかなっていう。食べ物が血液の材料となり水分の材料となり、ましてやそのエネルギーの材料にもなるっていうことなのかなと。食べて巡らすことなんでしょうかね。食欲がなくて食べれないっていう前提の人はどうしたらいいんですか。そうなんですよね。でもやっぱり食べるものが入らないと、うん、これがもう気血水の材料になるので、食べやすいもの、それでよく中国とかはお粥っていうね、うん、消化しやすい状態、柔らかくて、うん、もう本当に気が少ないっていう方は噛むのでさえきつい。食べるのもエネルギー使うので、うん、食べるのもしんどいって方がいらっしゃるので、うん、すごくこういうおかゆっていうのができてると思うんですけども、それもきつければ本当はおもゆとかで、だんだんでも食べるものが普段食べれてないと、味覚異常って言って栄養素の偏りが起きることによって体に気血水が巡ってなくて食欲もあまりにもないっていう時に、そうすると体の臓器も動いてない、消化もしづらいのに消化に大変なものが食べたかったりとか、辛いものだったら食べれるとかっていう方は実際いらっしゃるんですね。やっぱり刺激物なので、うん、それだけだったら食べられるって言ったとしても、うん、ゆっくり食べる、
そうですね、よく噛んで食べるとか少しずつ食べるとかそういう工夫が必要ってことだよね、うん、お味噌汁のスープだけとかそれからおかゆの汁だけとかからでもいただいていただいて、もし辛いのが良ければおかゆに少し辛いの入れてとか、あと少し味をね、うんうん、塩かお醤油とかそういうものをからいただくっていう、うん、味噌汁にキムチ入れたっていいですね、うん、あそうですね、そうあれ美味しいよ割と、あだそうです、発酵と発酵ですよね、発酵と発酵まあそんな感じで食べれるものを食べていただくんですけれども、この目に見えないものなんですけど、うん、木っていうのが、うん、なんですけどこの木が巡ってなくって木が滞ることを期待っていうんですけれども、まあ、ずっと体が疲れてしまいますよね、なので体が疲れが取れない、エネルギーがまた作ることができない、気虚とかで気虚からまた気が滞って気滞っていう症状になりやすいです、負のスパイラルね、そうですね、うん、ちょっとそういう風になっている方が多いので、お家の中で万が一自粛でじっといるとすると血も滞る、水も滞る、巡らなくてむくんだりとか眠れないとか、血が滞ってしまうとどこかに痛みっていうのが出てくるので、頭痛とか肩こりとかっていうそういう症状が出やすくなってしまいます。また血が滞ることによって起きる病気っていうのはたくさんあるので、そういうのにならないために体を動かすことですね、まあ、その人なりの動きがあると思うんですけれども、非常に動かせるタイプとかこうヨガぐらいで始める方とか、ストレッチをするとかっていうので、あの自分に合ったもので何か動かす、自粛のスタイルの中でもできることをやってもらえたらと思います、うん、体を動かしますと血が巡って水も巡って気も巡るようになりますので、非常に体を動かすことによって気が巡ってストレスに強くなるという流れです。今度はいい方のスパイラルですね、はい、動かすことによっての、そうですね、うん、でハマってるのがあるんですよね、ハマってるのはあの皆さんが ありますけど、あの、はい、マリナオチャンネルで検索していただくとマリナさんっていうやつが引っかかってくるわけですよストレッチをするとか、はい、ダンスを教えてくれるとか、はい、そういうマリナさんって人ね、はい、すごく美人の、はい、始まる前に拝見させていただきました励ましてくれるし、最後お疲れ様っていうすごい美人な笑顔でわーってやってくれる、これがちょっとハマってます、大好き、いいですね、最高ですね、うん、やります、今日から私もでしょ、はい、動いてるとだんだん楽しくなってくるので、動くことによって楽しくなると思います、おすすめです ねそうですね、はい、なので今回の自粛、まあ、自粛が終わりましてもこの気血水を巡らせとく、うん、体を元気にそして心を元気にさせておく重要な3つの3点セットなので、ぜひ覚えておいてください、噛みましたね、はいはい、今日は大慶堂漢方薬局の理恵さんをゲストにお呼びして気血水のお話を聞きました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございました。またねー